相談があるってことだね。もしもし。おはようございます。おはようございます。久しぶりだね。お久しぶりです。あなたさ、もう、はい、私電話嫌いだから電話かけてこないね。はい、電話かけてないんですよ。結構かかってくるじゃん。まあ、そうですね。うん。はい。LINE もしつこい。え？ LINE もしつこい時あるからやめて。はい。すいません。うん、嫌いになっちゃうから。はい。忙しいですもんね。はい。何？相談事ということで。ああ、相談、相談、久しぶりに。ばっかでわかんない。久しぶりに。うん。高校時代の彼女から LINE が来て、久しぶりに。高校時代の彼女から。はい。うん。で、それで、なんか、日曜日に LINE が来て、うん。なんか、その人、なんか、まあ、結婚してて、うん。で、もう、なんか、8月、もう今日、8月、今、8月じゃないですか。うん。離婚して、なんか、僕に、離婚して、なんか、僕になんか、うん、付き合ってほしいって言われて。へえ。なんかその人は子供持ちで。ずるいじゃん。はい。それでなんかまあ多分付き合ってほしいとか、なんか多分そのパパになってほしいっていう感じに言われちゃって。へえ。それで無理でしょ、どう考えてもマモちゃんに。はい。すごい悩んでて。へえ。どれぐらいお付き合いしてたの、その人。旦那さんとですか。うん。あ、違う、まもるちゃんと、まもるちゃんとお付き合いしてたのは、どれぐらいお付き合いしてたの、はい、え、僕ですか。うん。僕は1年ぐらいですかね。あ、そうなんだ。で、向こうが振ってって感じですかね。体の関係はあるの。旦那さんは多分、2月に結婚して、8月に離婚だから結構、うん、少ない、うん。この間一緒に配信してた人かな、はい、なんか。いや、あの人ではないんだ。違いますね。はい。そうなんだ。まもるちゃんどうしたいの？はい。はい。まもるちゃんどうしたいの？いやー、でも使う気はないんですよ。ん？え、付き合う気はないですよ。付き合う気はないんだ。はい。相談とかは乗れるんですけど、簡単には。うん。うん、でも、パパとか、まあ、彼氏とかはできないから。うん。うん。子供もまだ生まれてばっかだから、2ヶ月、3ヶ月。みんな生まれたばっかで別れちゃったんだ。はい、みたいで。なんか、その人はなんか旦那さんはなんか借金してたみたいで、うん、うん、なんかクレジットカードを200万、そうなの、うん、借金作っちゃってたんだ。はい。それで原因、はい、そういうのが原因、お金が原因で別れちゃったの。そうですね。あら、まあ多分僕のこともお金目当てで付き合うんじゃないかなと思って。だってあの人お金持ってないやん。え、持ってますって。いくら持ってんの。いくら持ってんの。持ってますよ。貯金いくら。いや、それは秘密です。200万円ある。いや、今お財布の中いくら入ってんの。え、お財布の中にいくら入ってんの。いや、それは教えないですよね。なんで教えてくんないの。個人情報なんで。この間横浜来た時にお財布の中に1000円しか入ってなかったんで。え、横浜は、まあ、あれは、買ってたんですか？かけ？飲み物とか買ったので。飲み物どんだけ買うのよ。飲み物どんだけ、何万円も買うの。はい。え？何万円分も飲み物買うの。いや、買わないですよね。買わないでしょ。はい。ああ、じゃあ、まもるちゃんがお金目当てで、そう言い寄られてるかって。って思うんだ。そうですね。売れないじゃん。明らかにお金持ってないの知ってるでしょ。いやー、わ
分かんないんじゃないですか。だったら守ちゃんじゃなくて違う人に言うんじゃない。ただの寂しい感じなのかな。あーでも寂しいっていうのもあるのかな。うん、多分別れたばっかだし。うんうん、そうだね。ちょっと不安とかもあるんじゃないかな。ああ。ねえ、昔付き合ってたし、はい。まあ、話分かってくれるかしらって言ってね、はい。来てる可能性はあるよね。はい。もう夜とかも電話、夜中とか。あ、ずーっとしてんの？電話してますね。あらららら。それは嫌なの、まもるちゃん。でも、仕事に影響されると迷惑っていうか。うん。うん。はい。すいません、なかなかと、本当に。ずいぶんとあれだね、妄想話長いね。妄想じゃないですよ。え妄想じゃないって。全部妄想話でしょ。いやいやいや、違う。ほんとほんと。いつもの妄想話でしょ。いや、知ってる、うん、知ってる人は知ってるので。知ってる人って誰よ。え言ってる人って誰ね。いや、それは秘密ですね。なんで秘密。ふふふ、でも、うん、妄想じゃないです。そうなんだ。うん、彼氏とはなんで別れちゃったの、この話で。いや、もう約束破りって感じで。あ、約束を破ったので。何の約束を破ったの。いや、まあなんか、まあなんか、その付き合ってた人はなんかあのグループラインで知り合って、うん、でそれでまあなんか、うん、でなんかまあ付き合って、うん、でそれでなんか約束事があって、うん、なんかまあどこに行くのとか、うんと僕聞いても既読無視みたいな。ほうほうほう。で、グループラインではなんか東京行くよとか。ああ、そういうことね。それちょっとやだね。うん、個人でも行ってほしいなって感じ。そっちで話すよね。うん。うん、まあ、もともと出会いがグループラインだから、はい。ね、そうなんだろうね、多分ね。はい。そうですね。そういうのが理由ですれ違って別れちゃったんだ。そうですね。すれ違いみたいな。はい。マムロシアさん、どっちが好きなの、男と女。え、情報ですよね。あ、バイセクシャルの。はい。もう完璧なの。はい。おっか。はい。はい。私のこと好き？好きですよ。なーちゃんのことはどっちとして見てんの？え？なーちゃんのことはどう思ってんの？男か女かどっちで見てんの？え、女ですよね、もちろん。綺麗な女、うん。なんか、ちょっと長すぎですね、話が。要点がね。これね、一回ね、LINE 出るとまたしつこくかかってくんでね、まもるちゃんってね。出なきゃよかったわ。